国民民主党原口一弘にブーメラン、国会を止めるなで、本日、国民民主党の原口さんが記者会見にて、次のような主張をしてしまいました。感染が収束しない危機にあって、国会を閉じることは許されない、歴史的な危機に直面する中、政府は万全の態勢を取らなければいけない、国会を止めるな、政府・与党には会期延長を求めるとなっておりまして。 まあこの原口さんを含むおかしな野党の皆様が、この歴史的な危機において、一度も国会を妨害せずに、国民のために、企業のためにですね、政府与党と協力をして、議論を尽くしていたのであれば、こういった主張もしてもいいんでしょうが、実際には、桜のデマで国会を何度も妨害し、 現在は持続化給付金の中抜きでまで妨害しているという事実がございます。こちら、国会を止めるなと主張されても、このような暴動を持っている時点で、全く信用できませんので、原口さん、歴史的な危機だというのであれば、今後は二度と、 国会を妨害しないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました